はい、皆さんこんにちは。無重力のマサトです、本日はマッスルアップ講座をやっていきたいと思います。皆さん長らくお待たせいたしました、たくさんのご要望があったんで、今回も全くやったことないゼロの方が、完成までに行うべきトレーニング方法っていうのを一からご紹介していきたいと思うので、ぜひご覧ください。まずはマッスルアップを行うための筋力をつけるためのトレーニングというのをご紹介していきたいと思います。まずマッスルアップで体を引き上げる時の力というのは懸垂の力を使います。そしてそこから体を押し上げる時というのはディップスの力を使います。ということで、まずはその懸垂とディップスのトレーニングから始めましょう。まずはマッスルアップの練習に取り掛かる前に懸垂10回、そしてバーの上でディップスを10回行えるようになって、そこからマッスルアップのトレーニングを始めましょう。では次のトレーニング方法をご紹介したいと思います。次というのはバーの上に上がってもらって、そこから下ろしてくる下ろす動作というのを行います。今のような感じでバーの上に上がってもらって、そこから下ろす、下に足を下ろしてくるっていう動作を繰り返し行いましょう。この動作を行う際というのはバーの上に上がれないとダメなので、その逆上がりなど何か上がれる技がある方は上がってやってみてください。そのバーに上がる手段がない方っていうのはこのトレーニングは飛ばしてもらっても構いません。では次なんですけど、先ほど体を下ろす動作を行ってもらったんですけど、次はその動作をゆっくりと力を抜かずにゆっくりと下ろします。はい、以上のトレーニングというのがマッスルアップのための力をつけるためのトレーニング方法になります。それでは次はマッスルアップを行う際の手の幅と手の握り方というのをご説明していきたいと思います。まず手の幅なんですけど、僕のおすすめは、肩幅より拳一つ分広めというのが一番やりやすい幅になると思います。次は手の握り方なんですけど、この握り方に関しましてはもうやりやすい方でいいと思います。ちなみに僕は初めてできるようになった握り方というのは、親指をかけないこの猫のような握り方、この握り方で僕はマッスルアップができるようになりました。でもこれに関しましては皆さんやりやすい方で行ってみてください。この握りに関しては別にどちらでも大丈夫です。では続いてはそのマッスルアップのやり方をご紹介していきたいと思います。まずマッスルアップの軌道からお話したいと思うんですけど、まずは懸垂とマッスルアップの軌道の違いというのをお話していきたいと思います。まず懸垂の軌道っていうのは下から真上に引くっていうのが懸垂の軌道です。そしてマッスルアップの軌道っていうのは斜め下から斜め上に持ち上げるっていうのがマッスルアップの軌道になります。はい、違いは分かりましたかね。かなり斜めに引いていたのが分かると思います。これが懸垂とマッスルアップの軌道の違いになります。ここを勘違いして懸垂の軌道のままマッスルアップで持ち上げようとしてしまう人が多いと思うんで、それが原因でマッスルアップができないっていう方がとても多いと思います。この斜めの軌道をしっかり覚えてもらうってことがマッスルアップを習得する上で一番大事なことになります。それでは次はその斜めの軌道を覚えるためのトレーニング方法をご紹介していきたいと思います。まず最初のトレーニングとして、バーに捕まったら体を斜め前に突き出すっていう風な動作から行っていきたいと思います。
このような感じなんですけど、この動作を行う際っていうのは足を曲げた状態から斜めに突き出す、足を伸ばして突き出すっていう風に行うとやりやすいと思います。今回っていうのは僕は飛びつけるぐらいの高さ鉄棒で行っているので、飛びついた勢いで斜めに出すことができているんですけど、その足のつかない鉄棒で行う際っていうのは少し体を振ってスイングを使った状態で斜めに体を突き出すっていう風に行ってみてください。では続いてなんですけど、先ほど斜め前に体を出した動作で、次はそこから胸を前に出すっていう風な動作を行いたいと思います。はい、このような感じで斜め前に出して、そこから脇を開いて胸を突き出すっていう風な動作になります。この胸を突き出すっていう動作を行うことで、次の斜め上に上がるっていう動作がとてもやりやすくなります。次は体を斜め上に持ち上げる動作になるんですけど、先ほどの体を斜め前に突き出して胸を前に出すっていう動作を行ってもらい、そこから足を引き上げて体を後ろに遠くに回すように持ち上げます。はい、このような感じになります。この胸を突き出した勢いを使って、そのまま膝を曲げて体を後ろに振ります。そして引きます。この動作を行うことで、その斜めの軌道をしっかりと行うことができます。もうここまでできるようになると、体というのがもうバーの上ぐらいまで持ち上がってくると思うので、あとはその曲げていた膝というのを伸ばして体を前にかけて、あとはもう最後ディップスの力で押し上げるっていう風な感じで行ってもらうと、マッスルアップは完成します。はい、このような感じになります。これはもう体の使い方を覚えることが大事なので、何度も練習することがとても大事になります。このマッスルアップというのは筋力的には懸垂が10回、バーディップスが10回できれば行えると思うので、あとはやり方、コツを覚えるだけになります。なのでこの練習しっかり行ってみてください。そうすればマッスルアップは完成します。また何かわからないことあれば、コメントやメッセージくれればお返事します。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。